同じ時刻になりましたので始めたいと思います。どうも皆さんこんばんは。今日本当に暑い一日になりましたけども、ご参加をいただいてありがとうございます。今日午後国会前ではですね、辺野古新基地建設に反対して安倍政権の暴走を止めようというアクションが行われまして、そちらに参加をして今日ここに駆けつけてくださった方もいらっしゃると思うんですけど大丈夫ですか皆さん。もうダメだよ。その他にもね、いろいろな行動が取り組まれている中、今日この時間はこの講座に参考していただいて本当にありがとうございます。これからですね、第135回目になります市民憲法講座を始めたいと思います。私はこの講座を主催しておりますイルスナ憲法改悪市民連絡会の星野と申します。よろしくお願いいたします。今日なんですけれども、今日の講座はですね、徴用工問題など日韓の和解の道筋を考えるというテーマで行います。今年は朝鮮の独立運動から100年ということで、その3月1日を中心に日本でもたくさんの講座が取り組まれています。ただそれにもかかるというかですね、今現在も例えば日本軍慰安婦問題ですとか、あるいは今日のテーマにもなります徴用工問題などで日本と韓国の間深刻な対立が続いていて、徴用工問題などでは今まさにですね、日韓の外相会談ということでやり取りが行われているということになります。いまだに日本による人権支配の問題が解決されていないということが非常に今あらわになっているわけなんですけども、その中で私たちがこの日韓あるいは北東アジアの平和のために何をすべきなのか、どういうふうにその本質を考えるべきなのかというテーマで今日は考えたいと思いますので、よろしくお願いします。今日の講師は弁護士の内田正俊さんにお願いしました。内田さんはいわゆる中国人強制連行強制労働の問題である花岡事件ですとか、そういった問題にも関わってこられて、数多くの性交渉の裁判にも関わってこられています。で、私たち市民連絡会の現在は共同代表ということで、結成以来ずっと事務局長を務めていただいたんですけども、今は共同代表という立場で私たちの市民連絡会も引っ張っていただいています。今日は内田さんにですね、じっくりとお話を伺って、皆さんからのご質問を受ける時間も取りたいなと思っています。全体として8時半ぐらいをめどに進めていきたいと思いますので、ぜひ最後までご参加よろしくお願いします。では早速内田さんからお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。立って話さないと話ができませんので立って話をします。今日は本当にお疲れ様でした。8時まで1時間半時間をもらっておりますので、今日ちょっと趣向を変えましてですね、1時間ぐらい私が話をして、あとの30分はちょっとした朗読劇をやりたいと思っていますので、楽しみにしてください。亡くなった奥平康弘先生がですね、日本の憲法は未完の憲法だと、こういうことを言っておられました。未完の憲法だというのは、多分戦争責任の問題、植民地支配の生産の問題、そして沖縄の軍事基地の問題、こういった問題が日本国憲法で解決されてないということであったと思います。そういった意味で今この韓国の徴用工の問題、そして辺野古の米軍新基地建設の問題、これが出ているわけですが、私たちがこの問題に取り組むことによって未完の日本国憲法を補完すると、そういう作業をしているんじゃないかというふうに思っております。昨年の10月30日に韓国の大法院の法廷が新日鉄住金の元徴用工に対して損害賠償の命ずる判決を出しました。日本社会はご承知のようにこれに対して一斉にブーイングをしました。特にメディアがひどかったですね。国家間の合意に反すると、一体韓国はどういう国だ、こういうようなことが言われました。しかし国家間の合意ならばどんなことでも守らなくちゃいけないのか、今辺野古の問題は日米が合意しているわけですが、辺野古に行きますと日米が合意しても沖縄は合意してない、そういった意味で国家間の
この合意があったとしても、その中身が問題であるわけです。1965年の日韓請求権協定で解決済みだと、こういうことが言われました。私は当時、大学の2年生で、高田健氏も私との同級生であったわけですが、日韓条約の反対運動に参加した覚えがあります。当時の運動は、これはよく言われることですが、ベトナム戦争を背景として、アメリカが米日韓の軍事同盟、そして北に対処すると、こういう内容のものであったわけです。そこで日本側に来る反対運動も、もっぱらその観点からの反対運動でして、植民地支配の清算と、こういったものはほとんど語れなかった。いや、そんなことない。俺たちは語っていたという人が中にはいますけれど、一部のそういった人たちは別として、運動全体としては、植民地支配の清算という問題はなかった。大体当時、1965年当時、朝鮮半島の問題について、北と南の関係について、北は楽園、そこまで言わない人もいてまいりましたけれど、南はパク・チョンヒの軍事政権、北と南の比較なんて問題にならない、こういう時代であったと思います。私、当時、朝鮮大学に連れて行かれましてですね、交流したときに、かなり年配の、これ学生かな、どうかなと思いますが、出てきて、いわゆる韓国はということを言ったときにですね、驚いたことがあります。いわゆる韓国っていう、そういう言い方があるのかと思ってびっくりしたことがあります。当時、そういう状況であったわけです。そして、その、ご承知のように、有償2億ドル、無償3億ドル、この請求権協定が流れたわけです。当時、椎名外務大臣が、これは独立由来金であって、植民地支配の清算の問題では全くないと、こういった国会での答弁をしております。そして、外務省の条約局長等はですね、条約局は、この請求権協定で放棄されたのは、国家の外交保護権であって、個人の請求権は放棄されたものではないということを、当時語り、そしてその後も語っていると。これはもう多くの人たちがいろんな論考で主張しておりますから、皆さんご承知のとおりだと思います。韓国の大法院の判決9人、このうち7人が多数意見で損害賠償を認めた。そのうちの7人のうちの、何人かはちょっと忘れましたけれどが、この徴用工の慰謝料請求権、これは請求権協定に含まれていなかった、こういう見解であるわけです。そして請求権協定に含まれていたと、しかしこれが放棄されたのは外交保護権であって、個人の請求権は放棄されたものではない、この2つの見解が多数意見を構成したわけです。となると韓国の大法院の判決、この内容は日本政府の見解と全く同じであるわけです。全く変わりはない。そもそも外交保護権の放棄という聞き慣れない言葉、これはどういったことが出てきたか。日本の戦後の処理をした1951年9月に締結され、翌52年の4月28日に発効したサンフランシスコ条約14条において、日本は戦争賠償をすべきである。しかし日本の経済はその力がない。したがって連合国、そして連合国民の日本国に対する損害賠償請求は放棄すると。逆に日本の連合国に対する、あるいは日本国民の連合国に対する賠償請求権も放棄すると、こういう形を取ったわけです。これがレジュメの2枚目に書いてある上の方のところのこの、図なわけですね。お互いに放棄すると。ところがこの時に
カナダに在外資産を持っていた日本人がこのサンフランシスコ条約によって自分の権利が放棄されてしまったと。そのことによって日本政府は損害賠償請求を、戦争賠償を免れた。これは個人の財産を犠牲にして国家が請求権を免れた。これは憲法29条3項、個人の財産を公のために使った場合には保証しなくてはいけない、こういう規定がある。この規定に基づいて日本政府に対して損害賠償請求を起こしたわけです。その時に日本政府はどう答えたか。戦争の被害は重大である、国民等しく負わなくてはいけないんだ、こういう論理。そして裁判所もこの論理を得た判決を下し、個人の損害賠償請求権を棄却したわけです。ところがその後に原爆の被害者が同じように日本政府を訴えました。原爆の投下は国際法違反である、被害者はアメリカに対して損害賠償請求権を有する。しかしながらサンフランシスコ条約において日本政府はこれを放棄している。放棄することによって日本政府も損害賠償請求を免れている。これは個人の権利を国家の利益のために使ったものであるという、先ほど述べたカナダの在外資産の損害賠償請求と同じ論理ですね。その時に日本政府はどう答えたか。戦争の被害は等しく国民が負わなくてはいけないということはさすがに言えなかった、原爆の被害者に対しては。そこで日本政府が言い出したことは、サンフランシスコ条約によって放棄したのは国家の外交保護権であって個人の請求権ではない。したがって日本の原爆の被害者はアメリカに行って損害賠償請求の裁判をすることは論理的には可能でありますと、こういう答弁をしたわけです。何のことはない。国家の外交保護権の放棄であって個人の請求権の放棄ではないと、この言う言い方は日本政府が自らの責任を免れるために言い出したものであるわけです。面白いことに韓国の大法院の判決は2名の反対意見がありました。この2名の反対意見は、外交保護権の放棄というのは日本政府が自分の責任を免れるために言い出したものであって、そもそもそういったその個人の請求権と外交保護権との分けて考えたらできないんだと、こういうふうに言ってる。韓国の大法院の判決が日本政府の責任を免れるための言い方についての批判をしてるわけ。それと無償3億ドル、これは当時1ドル360円、私の子供の頃は365円でしたけど、もう年配の方だと皆さんご承知ですよねほとんどの人は知ってると思うんですが、私に360円で計算しますと1080億円、この1080億円を請求権協定65年の10月でしたが、よって一気に支払ったわけではありません。10年の分割、毎年108億円です。しかもこれはお金で支払ったわけではありません。日本政府が日本の企業のものを買う、例えばプラント、それを韓国政府に提供する。つまりこの日韓請求権協定は日本の企業が韓国に再進出をするためのきっかけになっているわけです。ご承知のようにベトナム賠償にしてもフィリピン賠償にしてもインドネシア賠償にしても、すべて賠償というのは日本の企業が再び戦後アジアに出てくるきっかけになった。これはもう当時の吉田茂なんかそう言ってるわけ。これは賠償というのが実際はその、日本の企業が出てくるものなんだと、こう言ってるわけね。そういうような諸々の問題を考えると、あの韓国の大法院の判決について日本の社会が国家間の約束に反するとんでもない国だという批判が当たってない、こういうことは言えると思います。そしてそもそも今日の国際法の社会においては個人の請求権を国家が放棄できるのか、こういうことが今問われているわけです。
今日の資料には残念ながら入ってなかったんですが、世界の2月号の私の記事がありますが、この記事の後にじゃなくて続けてですね、新村正人という花岡事件の東京高裁での和解をした裁判長、彼が寄稿をしているんですが、その中で彼はこういうことを言っています。今回の大法院判決をあたかも暴挙であるかのごとく言い立てて非難するのは慎むべきではないか。請求権協定で放棄したのは外交保護権であり、個人の損害賠償請求権は消滅していないとして、この判決の論理運びを支持するかの論調も我が国の一部の識者が示されており、そもそも日本政府は個人の請求権は消滅していないという立場を維持し続けていたはずである。国家間の条約協定で個人の請求権を一方的に消滅させ裁判上請求することができないとするのが自明の断りなのか。このあたりの基本に立ち返って考えるべきではないかと思われる。これ元裁判官、東京高裁の裁判長、これが言ってる言葉ですね。しかもそこからさらにこういうことを言ってる。被害事実が認められ、被害者個人に対する権利侵害があって救済の必要があると認められるが、大きな壁があるという場合、裁判官としては壁より先に進めないとして請求を認めないという安易な決着に走ることはあり得るが、壁を突き破るための論理構成を組み立てる、あるいは壁があるのはやむを得ないとしつつ、これを迂回して他の解決方法を探る等の選択肢も考えられるところであって、花岡の和解は後者、韓国大法院判決は前者の道を取ったと言おうと、こう言ってる。私はこのゲラを見たときにですね、世界の担当者に電話をしてね、本当に新村さんがこうに書いたのか、編集部がこういうふうにその手を入れたんじゃないかこういうふうに聞きました。いや、そんなことありません、この通り書いてきました。元裁判官、まあ彼が全ての裁判についてこういう態度で判決を書いていたかどうか、これはまた別問題ですけれど、こういうことを考える裁判官もいる。私は本当にこの文章、国家間の条約協定で個人の請求権を一方的に消滅させ裁判上請求することができないとするのが自明の断りなのか、こういうふうに言っていることについて本当に感動しました。つまり今日においてはこういうような考え方になってきているわけだとするならば、この徴用工の判決については解決済みということではなくて、この問題にしっかりと向き合わなくてはいけないというふうに思うわけです。樋口洋一さんが1960年にフランスに留学したときにですね、岩波新書の中でこういうことを書いております。彼は1960年のあの60年安保の後、浅野英二郎が暗殺された後に直後にパリに行ったんですけど、非常にパリは静かだったと、日本は、非常にその、まあ、騒がしい時代であってね、しかし実はその静かなパリにもアルジェリアの独立をめぐって非常に激しい争いがあったと。特に1961年にはアルジェリアのあの現地軍が反乱を起こして、そしてパリに空挺部隊が来るかもわからない、ドブレ内閣は市民に対してサイレンが鳴ったら空港にみんな集まるように、市民に対して武器を配ると、まあ、こういうような噂も飛んだぐらいですね、植民地支配の国軍の問題というのは大変な問題である、内戦をほぼ起こしかなかった。ところが日本は1945年の8月15日の敗戦ということによって、一挙にこの植民地支配の問題をから解放されてしまったわけです。つまり植民地支配の問題に向き合うことなしに戦後を歩んできた、そのツケが今来ているということを思うわけです。
私は数年前まで隣の国の韓国の憲法について全く知りませんでした。アメリカの独立宣言、フランスの人権宣言、そういったものについてはおぼろのように知っていたが、韓国のことについては全く知らなかった。立命館の祖孫教授と裁判を戦う中で、証人の打ち合わせをする中で、初めて韓国の憲法を教えられてですね、愕然としました。韓国の憲法と日本の憲法は、コインの裏表の関係にあると。どういう内容かというと、まあこれはいろんなことやってるから聞いた方もいるかも分からない、多いと思いますが、もう一回ここで30秒で終わりますからね、配分をね、やらせてください。悠久の歴史と伝統に輝く我が大韓国民は、 3.1 運動により建立された大韓民国臨時政府の宝刀および溥儀に抗拒した 4.19 民主連を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚して、正義人道および同胞愛により民族の団結を強固にして、全ての社会的平衆と溥儀を出し、自立と調和を基礎として、自由民主的基本秩序を一層確保にして、政治経済社会および文化のすべての領域において各人の機会を均等にし、能力を最高度に発揮させ、自由および権利に伴う責任と義務を貫通させて、うちには国民生活の均等なる向上を期し、外には恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することにより、我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを誓いつつ、1948年7月12日制定され、8時にわたって改正された憲法、ここに国会の議決を経て国民投票により改正する。これが1987年10月29日、第9回目の改憲である。これが現在の憲法であるんです。この中で 3.1 運動によって建立された臨時政府というのは、これはご承知のように1919年のあの3.1独立運動、そして上海臨時政府、 4.19 民主理念、これは1960年の李承晩の独裁政権、その後の長弁内閣に対抗に抗した学生革命。つまり韓国の憲法は日本の植民地支配に対する抵抗、そして独裁政権に対する抵抗、このことによって成り立つ。それがその韓国の憲法の中に書き込まれていると。そしてこの植民地支配から解放されたのは1945年の8月15日、日本が敗戦をした、戦争に敗れた。そして日本はその結果、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意した、こういう憲法を作った。つまり日本の敗戦、韓国の解放、そのことによって韓国の憲法、そして日本の憲法、これはコインの裏表に関係ある。三一独立運動が韓国の憲法に書き込まれるには27年の歳月を要した。日本の敗戦に至る。そして1960年の学生革命、これが憲法典に書き込まれるには1987年ですから、28年ですか、27年やはり歳月を要した。そういうふうに韓国での戦いがあった。1980年にはあの韓流光州事件、そして1987年のあの民主革命、これによって韓国で大統領を直接選挙で選ぶ。ただその時には金大中と金泳さんが分裂してですね、ノテウの政権になったわけですが、その後金泳さん、そして金大中、そして、なんだどうせパクノミヨン、ノミヨンの大統領になっていったわけですね。そしてそれが、まあ、イ・ミョンパク、それからパク・クネの政権、それを倒したあのロウソクデモ、こういう流れになるわけですよね。まさに抵抗の歴史、そういう歴史の中で韓国の憲法が作られてきている。最近ではあの87年の6月、この6月を憲法典の中に書き込もうと
こういうその動きすらあるそうです。今日のレジュメにも書いておきましたけれど、フィギュアスケートのメダリスト君夜中ダウ3456、こういう歌があるそうです。3月は 3.1 運動、あるいは、年ですね、やめとこう。4月は上海臨時政府、5月は光州事件、そして6月が87年のあの民主革命ということですね。こういう動きがある。そうするとですね、私たちは先ほど未完の憲法ということを言ったわけですが、その、憲法のですね、私はその、11条と97条の関係について最近非常に考えています。ご承知のように憲法の11条は国民は、国民は全ての基本的人権の共有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として現在および将来の国民に対して与えられる、こういう内容になっているわけですね。97条もこの憲法が日本国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去幾多の試練に耐え犯すことのできない永久の権利として現在および将来の国民に対して信託されたものであると、まあ、このように11条と97条は同じことを繰り返しているわけです。なんで同じことを書いているんだろうか。私は基本的人権の重要さを考えて改めて憲法の末尾近くにおいてそのことを確認したのかなと、こういうふうに思っていました。ところが当時、憲法制定当時、GHQ と交渉した佐藤達夫という、内閣法制局のその参事官、後に内閣法制局長官やるんですが、彼の日本国憲法誕生記というんでそのことが分かった。 GHQ が作った憲法草案は11条と97条が一本のものとして書かれていた。つまり この憲法は国民に保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は過去いくつの試練に耐え現在および将来の国民に対して犯すことのできない永久の権利として与えられるというこの内容だったわけですが、日本側は歴史的な経過を入れる必要がない、入れる必要がないんじゃなくて、その経過、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であってこれらの権利は過去いくつの試練に耐えというのは、これは日本の社会のことを語ったことじゃないわけですね。敗戦によって得たわけですから、多年にわたる自由獲得の努力の成果ではないわけで、過去いくつの試練に耐えたわけでもない。だから日本側はこれを入れたくなかった、歴史的な経過を入れる必要がないということで削って11条のように整理した。ところがその GHQ の幹部がですね、これは俺が作った文言だと、ぜひ入れろということになって入れたと。つまり我々は韓国の民主運動と違って憲法典に囲まれるまでのそういう戦いを経て憲法を得たわけではなかった、敗戦ということによって憲法を得た。しかし戦後のさまざまな権利闘争、そしてその平和運動、現在行われているこの辺野古の新基地建設の反対の運動、あるいは安保法制の違憲訴訟の裁判、こういう諸々の裁判が未完の日本国憲法を補完する、つまり憲法11条だけでなくて憲法9条7条の実践になる、そういうふうに私は思っているわけです。ですからそういう歴史的なその流れを韓国の憲法と比較しながら私たちは考えてみる必要があるのではないかと思っております。そして
今年の三一独立運動100年ということで、私は直前にちょっと、話があってですね、日韓民衆の共同宣言ということでできました。本当に国を挙げてのお祭りです。そして午前中は政府主催、そこで、ムン・ジェイン大統領がですね、演説する、過去は変えられないけれど未来は変えられる、力を合わせ被害者の苦痛を自主的に癒すときに韓国と日本は心を通じた友達になれると、まあ、こういうような演説をしたわけです。そして午後からは、民間がそのさまざまな団体が運動活動すると、そしてアリランの歌、韓国の国歌、そして最後は統一歌、そういう歌を歌う間にさまざまな、太鼓を叩いたり、その踊りを踊ったり、それから各さまざまな団体が自分たちの声明文を読み上げたり、そういうようなことがなされてですね、最後は統一歌を歌って終わったわけです。ただ私は驚いたのは、警察官がかなり出ていた。どうして警察官が出ていたかというと、みんな三一独立運動は祝っているんだけれど、やはりそこにおいて捕獲の対立がある、そういうことで衝突が起こらないようにですね、警察が待機している。だからムン・ジェインの集会に対してそれを批判する集会も同じく三一独立運動ということで行われているわけですね。まあ、そういったことがあったわけです。まあ、大体今のところがですね、レジュメの1ページ目から2ページ目あたりをについて語った内容でありまして、詳しいことは後を言っていけばいいかな。それでですね、じゃあ今の状況どうするのか、こういう問題があるわけです。実は昨年の10月30日の判決が出て日本社会を一斉にブーイングしたときに、多くの人たちから、質問を受けました。中国の場合にはまだ十分ではないけれど、花岡和会とか西松和会とか三菱マテリアル和会等がある。中国と韓国の関係では韓国では何か違いがあるのか、こういうことを言われました。関係、その違いはありません。しかし違いがあるのは、中国の場合には1944年昭和19年の9月から翌45年の5月ぐらいまで、約1年未満、人数は4万人、そして亡くなった人が約7000人。韓国の徴用工の場合には期間が長い、そして人数はこれはもう正確な数字は分かってない、ノムヨン政権の時に、真相究明委員会で名乗り出た人が二十数万人、しかし実際には80何万人とか100万人とか、そういうことが言われている。この期間が長かったこと、人数が多いこと、これがその問題を解決を困難していると。かつて内閣法制局長官をした私の知り合いはですね、私と話したときに、あの10月30日の判決直後の日本社会の反応はおかしいと、メディアの状況もおかしいと、外国保険の保護だって個人の請求権は失われてないということを内閣法制局長官が、元長官が言うわけです。しかし彼は続けてこう言った。しかし被害があまりにも甚大すぎる。これを一企業が担って大変、そのこの一企業がその賠償を担うのは、これは大変なんだと。で、そうなんです。一企業ではできないんです。だから
解決方法としては、ドイツのあのフォルクスワーゲンとかベンツとか、そういった企業が50億マルク、国家が50億マルク、100億マルクの基金を作って、当時のお金で、これは2001年から始まったわけですが、約5000億円から7000億円、まあ、ちょっと大雑把ですけどね、というふうに言われています。で、これが150万人ぐらいの人に対して賠償した、2007人も果たして解散してるわけですが、一人当たりは70万円ぐらい、そういう内容なんですね。で、歴史問題の解決についてはですね、3つのことが必要です。一つは事実を認めて責任を認めて謝罪する。二つ目は謝罪に見合うわけではありませんが、謝罪の証として何らかのお金を支給する。そして三つ目は将来に再びそういったことを起こさせないために、この歴史教育を行うと、この3点が不可欠であるわけです。そうすると、この3点をしっかりととりわけ事実の認め、責任を認め謝罪すること、将来の戒めとすること、この1番目と3番目をしっかりやればですね、2番目の補償金の問題については、これはある程度納得してもらえる可能性がある。となると、ドイツの基金のようなものを作ることによって、この問題を解決することは可能ではないだろうか。今、トランプの言うがままに、心臓はいいやつだと、どうもなく武器を買ってくれると、イージス・アーサーやなんかこんなのはもう、実際には5000億円ぐらいかかってしまうと、こういうような金を、お金を使えばですね、この問題は解決できないわけじゃない。そうすれば今ギクシャクしている日韓の関係も改善される。これこそが最高の安全保障、急行の安全保障ではないか。2001年にドイツの国防軍の改革委員会の報告書はですね、ドイツは歴史上初めて隣国全てが友人となった、初めて隣国全てが友人となった、ドイツは9つの国と国境を接していると言われております。つまりこれこそ究極の安全保障であり、この徴用工問題を解決することが、これがこの安全保障である。沖縄の辺野古に何兆円もかかるその基地を作ることは何の安全保障にもならないと、まあ、いうことを思うわけです。そして私はこの和解ということについて考えてみたいと思います。弁護士としていろいろ事件処理の中で和解ということをします。まあこれは和解はお金を支払っておしまいということになって、最後はお互いにこれで債権債務がないと互いにという清算条項を入れておしまいするのが多いわけです。しかし歴史問題の和解は、和解の成立によって終わるのではなくて、和解事業を遂行する中でその中身を深めていくことができるということを実感しております。西松建設の広島のケースの和解では、大田川の上流の中国電力の一角に中国人受難の日を作り、そしてそこに毎年、途中から年2回しましたけれど、中国から当事者、まだ当時受難者がいた、2009年に成立して2010年から始めたわけですが、そして遺族、これをお招きする。そして午前中は受難の日の前で追悼式を行う。午後は強制連行の現場を回る。そして翌日は広島の原爆資料館にも見学してもらう。広島の原爆資料館では平和ガイド、ボランティアの人たちがガイドする。ある遺族は広島の原爆資料館を見学したときに、その夜の交流会で感想は3つある、こう言いました。むごい、むごい、むごい、これが感想です、こういうふうに言いました。
しかし1945年の8月6日に広島で、9日に長崎で原爆が投下されたときに、北京、南京、あるいは重慶、あるいはソウルで、あるいはシンガポールで、アジアの人々は万歳を叫んだわけです。これで日本は敗れた、アジアは解放された。その万歳を叫んだ人たちの子供や孫が広島の原爆資料館に来て、そういう感想を持ってくれる。そしてその原爆資料館の平和ガイドには、中国から広島大学に留学している留学生がガイドをする、こういうことをしてくれるわけです。そして地元の追悼会、追悼式ではですね、町長がと地元の人たちが参加する。最初は渋っていた。確かに中国人は被害を受けたかもわからないけど、しかし1945年の8月15日の日本の敗戦以降、部落の方も被害を受けた。中国人に鶏を盗まれた、柿の実を取られたとかね、まあ、そういう反動性あったと思うんです。そしてその受難の日を建てる敷地のことでいろいろ問題があったときにですね、その部落の町の方は部落を説得してほしいと、こう言われて部落の人たちと何回も話をしました。そしてようやく受難の日が経ってですね、その追悼式には部落の人たちも来てくれまして、町長も来てくれる、毎年来てくれる。そして今では町長は、これは大切なことだから今後も続けてほしいと、こういうふうに言っております。そしてこの中国人たちが働かせたこの水力発電所なんですけどね、小さい水力発電所がいっぱい大田川にあるんですが、まだ今日でも稼働している。ある遺族がですね、案内した中国電力の社員に、自分たちの父親が作ったこの発電所を大事に使ってほしいと、こういうふうに言ったそうです。そしたら中国電力の社員が、はい、大事に使わせてほしい、あの大事に長く使ってほしいと言ったんだね。ただ中国電力の社員が、はい、大事に使わせていただきますとこう言ったと。それを例えばこういうような報告集会で話が、そういう話が出たわけじゃなくて、現場を回っているときに中国人の遺族がポツンと中国電力の社員に言うと。そしてそれを聞いた中国電力の社員がポツンと取材投げに立っていた私に対して言うと、こういう関係であるわけですね。私はこういうことを続けていくことがですね、これが和解だと。広辞苑で和解という言葉を聞きますと、仲直りというのが出てきます。二つ目に争いをやめること、裁判上の和解というのがあります。つまりこれまでの和解は争いをやめること、お互いに不満を持ちつつも、まあ手を打つと、こういう内容の和解だったわけですね。それが和解事業を進めることによって、本当の意味での仲直りに次第に近づいていく可能性がある、こういうことを思うわけです。これがまさに民間の交流、民間同士の交流、国同士がどうであれ、民間は決して戦争を望まない。思い起こせば2012年あの石原慎太郎の尖閣をめぐる挑発、日中関係は最悪でした。中国からは日本に来ないではないだろうか、中国側では日本に行くなと、そういうことを言われたそうです。うちの神さんなんか、逆じゃないの、中国行くと怖いんじゃないのと、こういうぐらいですよね。それでそれでもその人数は少なかったけれど来てくれました。その時に広島の原爆資料館を見学した時に、年配のボランティアのガイドがですね、こう言った。皆さん本当にこんな時によく来てくださいました、一生懸命案内させていただきますと。もう本当に私は涙が出ましたね、その言葉を聞いた時に。そして来た中国人たちは、日本に来てよかった、そういうふうに言って帰っていったわけです。くどいようですが、国同士がどうであれ、民間は決して戦争なんか望まない。今日韓はこういう関係にあっても、昨年の韓国からの日本への旅行者は750万人、7人に1人、日本側では300万人強だかな、
ということでらしいんですが、そういう形でしてるわけ。皆さんの周辺にいる、ね、近くにいる韓国の人たち、中国の人たち、みんなそうでしょ。だから国同士がどうであれ、民間の交流によってその友好ができるというふうに私は思っております。で、日韓は和解の模索としてですね、1998年に小渕総理大臣と金大中大統領で日韓共同宣言を発してつかみように述べました。小渕総理大臣は今世紀の日韓両国関係を解雇し、我が国が過去の一時期韓国国民に対し植民支配により多大な損害と苦痛を与えたという歴史的事実を謙虚に受け止め、これに対し痛切な反省と心からのお詫びを述べた。金大中大統領はかかる小渕総理大臣の歴史認識の表明を真摯に受け止め、これを評価すると同時に両国は過去の不幸な歴史を乗り越えて和解と善隣友好協力に基づいた未来志向的な関係を発展させるためにお互いに努力することが時代の要請であることに表明した。そして2010年には植民地支配100年菅総理直人総理大臣の談話もあったんです。これはまあ読んでおいてください。こういった談話の根底にあるのは1995年の村山首相談話。我が国は遠くない過去のうち国策を誤り戦争に道を歩んで国民を存亡の危機の年で植民支配と侵略によって多くの国々とりわけカジア諸国の人々に対して多大な損害と苦痛を与えると。私は未来に過ちなからしめんとするがいいように疑うべくもないこの歴史の事実を謙虚に受け止め、ここに改めて痛切な反省の意を表し心からのお詫びの気持ちを表明いたします。これ今一部だけでしたけどね、全文をやることはできますけど時間がないからやめますけれど、これが元になっている。しかしこの村山首相談話は1995年になって突然出てきたわけではない。その前に10年前に日本の総理大臣が国連総会によってこういう演説を行っている。議長、1945年6月26日国連憲章がサンフランシスコで署名された時、日本はただ一国で絶望的な戦争を戦っていました。戦争終結後、我々日本人は超国家主義と軍国主義の潮流を許し、世界の諸国民にもまた自国民にも多大な損害をもたらしたこの戦争を厳しく反省しました。日本国民は祖国再建に取り組むにあたって我が国固有の伝統と文化を尊重し、人類にとって普遍的な基本的価値、すなわち平和と自由、民主主義と人道主義を至高の価値する国土を治め、そのための憲法を制定しました。我が国は平和国家を目指し、専守防衛に徹し、二度と再び軍事大国にならないことを内外に鮮明したのであります。まだ続くんですけどね、やめますけれど、これは中曽根内閣ですね。中曽根が国連ではこういう演説をしている。そして1972年日中共同声明、そしてそれはすべて1947年5月3日から施行された憲法、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、こっからすべてが発している。これが日本の戦後の出発点。安倍内閣は今これをその殺そうとしているわけですけどね。そして村山首相談話以降の日本の小泉首相、その後の首相も含めてですね、すべてこの路線を踏襲している。これは国際公約、国際公約。違うのは安倍だけ、こういうことになるわけです。そして韓国との関係についてはですね、こういうことも聞きます。もう謝罪したでしょ、中国でもそうですけど、またそれでもまた謝罪をしなくちゃいけないの、こういうことをよく言われます。ノムヨン大統領が2004年の三一独立運動においてこういう演説をしたそうです。日本はもう謝罪した、これ以上謝罪する必要はない、謝罪に見合う行動を取ってほしい、こういうことを言ったわけです。つまり日本では謝罪をする公式に、これが日本の 国際社会における公約ですからね。そうすると必ず植民地支配はいいこともあった、南京大虐殺はなかった、慰安はあれは
自由業だと、まあ、こういうようなことを必ず言う、しかも政権に近いところから言う、だから本当に日本は反省したのか、こういうようなことを思うわけです。その点ドイツの場合にも同じようにネオナチの問題があります。しかしその場合にも必ず政府がしっかりとこれを否定する、否定しなければヨーロッパにおいてドイツという国は存在しえなかった。ある人はこういうふうに言っております。2階で子供が大騒ぎをしている、両親が大声で叱責している、そうすると1階の人は抗議を強要するのは控えようとすると、こう分かりやすい例えですよね。2階で子供が騒いでいる、心臓とか太郎とかわけのわからない連中がそれを叱責する人がいない、だから1階の住人、アジアの民主は、アジアの住人はですね、日本は本当に反省したのか、まあ、こういうことを言われるわけですね。こういうことの繰り返し、これをこういうことの繰り返しをしてはいけないというふうに思うわけです。朝鮮半島の問題については、朝鮮人民民主共和国、北朝鮮との関係があります。そしてこの平壌宣言ではですね、日韓請求権協定とは違って、日本側は過去の植民支配によって朝鮮の人々に多大な苦痛と損害を与えたという歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明した、まあ、こういうことを言っている。これも先ほど言ったように95年の村山市長団はこの内容を引き継いでいるわけですね。そういった意味ではもう国際社会においては日本の姿勢というのは後戻りはできない、後戻りをさせようとするのが新総統トランプということになるわけですが、韓国のことをやるとやはり私はどうしても日中の関係をやりたい、もう何回も聞いた人がいるか分かりませんけど、習近平はですね、習近平ですね、日中間は4つの基本文書によって立されるべきだと、こういうことを言っております。これは本音かどうか分かりませんが、そう言ってるわけですから。これは1972年の日中共同声明、1978年の日中平和友好条約、1998年の21世紀に向けてのパートナーシップ日中共同宣言、そして2008年の、戦略的後継関係の包括推進ガス日中共同声明、この4つの文書です。この4つの文書に基礎になっているのが1970年の日中共同声明、田中角栄首相は周恩来総理に初めて1970年9月25日北京で会った時にですね、私は長い民間交流のレールの上に乗ってようやく今日ここに来ることができましたと、こう言ったそうです。いい言葉ですよね。これはLT 貿易とか戦後の、ちょっと静かにするよ、戦後の遺骨送還運動とかね、あるいは戦前の活動とかいろんなのがあるわけです。そして日中共同声明、これはもう本当に涙が出るようないいことを言ってる、ちょっと言わせてね何回もやってますけど、言葉に出していくとね、本当にこう自分の体にみなぎってくるようなお経堂の絵なんですよ日本国内閣総理大臣田中角栄は中華人民共和国国民総理周恩来の招きにより1972年9月25日から9月30日まで中華人民共和国を訪問した。田中総理大臣には大平正義財務大臣、二階堂総内閣官房長官、その他の政府職員が随行した。毛沢東主席は9月27日に田中総理大臣と会見した。双方は真剣かつ友好的な話し合いを行った。田中総理大臣、大平外務大臣と周恩来総理、キーホーヒー外交部長は日中両国間の国交正常化問題をはじめする両国間の諸問題及び双方が関心を有するその他の諸問題につき終始友好的な雰囲気の中で真剣かつ率直に意見交換をし、次の両政府の共同声明を発することに合意した。日中両国は一位大水の間にある隣国であり、
長い伝統的友好の歴史を有する。両国国民は両国間にこれまで存在していた不正常な状態に終止符を打つことを切望している。戦争状態の終結と日中国交の正常化という両国国民の願望の実現は両国関係の歴史に新たな1ページを開くことになろう。日本側は過去において日本国は戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し深く反省する。また日本側は中華人民共和国政府が提起した復興三原則を十分理解する立場に立って両国間の国交正常化の実現を図る見解を再確認する。中国側はこれを歓迎するのである。日中両国間には社会制度の相違があるにもかかわらず両国は平和友好関係を樹立すべきであり、また樹立することは可能である。両国間の国交を正常化し相互に善隣友好関係を発展させることは両国国民の利益に合致するところであり、またアジアにおける緊張緩和と世界の平和に貢献するものである。すごいことを言ってるんじゃないですか。本当にこれが日中両国の民衆がね、政権同士はどうでもいいよ、日中民衆がですね、これをまさに両国の両国民の平和資源としてこれを活用する。そして本文は1項から9項まで、これ全部でやることはできるけどやめとく。ただし5項において中華人民共和国政府は中日両国国民の友好のために日本国に対する戦争賠償請求を放棄することを宣言する。これは前文の中にあった日本側は過去において日本国は戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し深く反省する、これを受けてのものである。これは当時の中国民衆にとっては不満たらたらだった。これを毛沢東と周恩来を抑え込んだ二分論という嘘を打って中国は日本の民衆と戦争してたんではない、日本の軍国主義者と戦争してたんだ、日本の民衆も日本の軍国主義者によって被害を受けた、これは嘘なわけですよね。しかしそう言ってその民衆を抑え込んだ。そして中国はアヘン戦争以来賠償に苦しんできた、日本の民衆に賠償の苦しみを与えたくない、新生中国は日本から賠償を取らなくてもやっていける、こういうふうに言ったわけです。この二分論という内容、日本の民衆が戦争してたということを私たちはしっかり自覚しなくちゃいけない、そう思うわけ。そしてこの第6項においてはね、紛争の平和的手段と解決ということを言ってる。7項これを重要しなくちゃいけない、反覇権条項、日中両国間の国交正常化は第3項に対するものではない、両国のいずれもアジア太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しようとするためのいかなる国の集団による試みも反対する、これは覇権国家にならないと、当時中ソ対立の中でソ連を意識しているわけです。そして中国はこれをどうしても入れろと、日本は北方諸島の問題をめぐってソ連と交渉しなくちゃいけないから、当時まだソ連ですからね、その入れたくなかった、しかしどうしても入れろということで入れた。それから6年後の1978年の日中平和友好条約、ここでも反覇権条項が問題になった、鄧小平と園田外務大臣がやり合った、中国はどうしても入れろと、日中共同声明は政府間の声明だと、日中平和友好条約は国家間の条約だと、日中共同声明に入った反覇権条項が日中平和友好条約に入らない理由はない。最後は創価学会の池田大作総を通じて、将来この覇権条項は将来中国が覇権国家にならないためにも必要なんですと、こういうふうに鄧小平は園田外務大臣を説得したという、これを活用すべきなんですね。鄧小平はこう言ってるじゃないかと、覇権国家にならないと。なおついでに言っとけば、この78年の日中平和友好条約より4年前の1974年の国連総会において鄧小平はこう言ってる、世界は米ソ二大大国と中間の国、そして第三世界、中国は第三世界にある、中国は覇権国家にならないと、もし将来中国が覇権国家になったならば世界の人民は中国民衆とともにその覇権国家を打倒すべきだろう、こういう演説を国連総会において行ってるわけ。国連総会の国連の文書に残ってる。ところが今の中国で覇権
発行されている東証衛全集から削除されていると、というそうです。しかし私は何を言いたいかというと、こういうのを外交として使う、覇権国家にならないと言ったじゃないか、今中国は覇権国家じゃないかと、まあ、こういうことをやると、ね、そして時間があれ押してきていますが、2008年の戦略的互恵関係の包括推進関係の日中共同声明、これはまたすごいことを言っている。これは福田康夫内閣胡錦涛、まあ、ちょっとはしょりますけどね、日中共同声明以降の3つの基本文書、これは日中間の安定的発展と未来を切り開く政治的な基礎である、これを確認した上でこう言ってる。日本側は中国の改革開放以来の発展が日本を含む国際社会に大きな貢献を与えることを積極的に評価する、恒久の平和と共同の繁栄をもたらす世界の構築に貢献しようとする中国側の決意に対する支持を表明する。ここからです。中国側は日本が戦後60年余り、2008年の時点ですかね、中国側は日本が戦後60年余り平和国家としての歩みを堅持し、平和的手段によって世界の平和安定に貢献していることを積極的に評価する、こういうふうに2008年には言ったわけです。信じられないでしょ、中国政府が日本が戦後60年余り平和国家としての歩みを堅持して平和的手段によって世界の平和安定に貢献していることを積極的に評価すると、こう言ったわけ。それをぶち壊したのは、あの2012年の名古屋の河村市長、南京大虐殺がなかった、そして先ほど述べた石原慎太郎の尖閣諸島の国有化問題、そして2013年の安倍首相の靖国参拝、要するに河村と石原と安倍がぶち壊した。そしてここで声を大にして言っておかなくちゃいけないのは、その3人だけじゃなくて、その挑発を待ってましたとばかりに乗った中国の軍閣派、これがあるわけです。つまりお互いに憎悪のボールをキャッチボールしながら、それを利用して国内固めをしている、そういうことを私たちは見ながら 見据えてですね、そして民衆間の交流をしなくちゃいけない、こういうことも、で私は思うんです。戦後の歩みの中でさまざまな活動をする中で、いろんなその平和資源を作ってきた、そういった平和資源を改めて私たちに捉え返し、そしてそれを活用する、そして私は安倍政権に対する戦いは死者たちとの共闘、未来との共闘、アジアの民衆との共闘、この3つだと思うんです。死者たちとの共闘はあのアジア太平洋戦争において、アジアで2000万人以上、日本で310万人の非業無念の死を強いられた死者たち、その死者たちの声に耳を傾け、そして戦後の平和運動を担ってくる中で亡くなっていた我々の先輩、そういった人たちの声に耳を傾ける、そして今日の集会でも言われていたように、私たちの子供や孫にこの戦争のない国を引き継ぐ、まだ生まれてきていない未来の子供たちに引き継ぐ、そういった意味では未来との共闘、そして3つ目はアジアの中の日本ということを考えれば、アジアの民衆との共闘、韓国の民衆との共闘、そして中国の今のあの抑圧状況、今年は天安門事件から30年、今本当に人権弾圧がひどい状況になると思います。そういう中でやはり私たちが安倍政権に対抗して戦うことが中国の民衆に対して勇気を与える、まあ、こういうことを思う。そういった意味ではアジアの民衆との共闘、3つの共闘ということを思うわけです。またいろいろ話したいことがあるんですけど、最後に締めくくりをしますね。樋口陽一さんがこういうことを言っております。理念と現実の緊張に疲れて理念を捨てるのか、それとも理念と現実の乖離を目の当たりしながらなお理念を説き続ける、そういう格好悪さに耐えながら現実を理念に近づける努力をするのか、こういうことを言っております。本当に私は
学者の言うようなことじゃない、活動家の言うようなことを彼が今言ってる、そのくらい今の安倍会見がひどいと、まあ、こういうことを言って思ってるわけですね。そして樋口さんはこういうことを言っております。日本の民主はあの平和憲法、基本的人権、国民主権の憲法を歓迎したと。しかしその憲法を当時の為政者に押し付けるだけの力はなかった。 GHQ の力を借りざるを得なかった。しかし何も絶望することはない。ポツダム宣言実行公断を見ようと、こういうわけです。ポツダム宣言実行公断は、日本国政府は日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし、言論宗教を人の自由並び基本的人権の尊重を確立されるべしと。日本国政府は日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化と言ってる。復活ということは、かつてこの国に民主主義の伝統があったことを知ってる。このポツダム宣言の起草者は、それは明治の自由民権運動であり大正デモクラシーであった。そして日本国憲法のあの草案を GHQ は作ったときには、民間の憲法研究会、あの鈴木ね、一郎だったかな、うん、そういった人たちのその研究会の成果を取り入れて、それは明治の自由民権運動、大正デモクラシーをその流れを組んでいると、こう言って書いてあるんですね。私はそれを読んだときにですね、体が震えてきた。すごいことが書かれている。しかし冷静になって考えてみると、樋口さんは嘘を言った。つまり明治の自由民権運動も大正デモクラシーも外に向かっては帝国主義であった。その証拠に1915年あの第一次世界大戦のヨーロッパの土作に紛れて中国におけるドイツの権益を取ろうとして大化21か条の要求、こういったものが流れているわけですね。そういったことを踏まえながらも、私たちはこの今の状況に対処していかなくちゃいけないと思います。まあ、あとはレジュメを見るんです。そしてですね、今日はかなり私を含めて年配の人たちが多いと思います。で、私は歴史における健康の役割ということを本当に思うわけです。清沢清という評論家がいました。彼は暗黒日記という記録を残しております。これは岩波から抜粋で出ておりますが、筑摩文庫で全巻が出てるわけですね。上中元郎さん、これを読みますと、本当に戦時中のいろんな資料を集めていてですね、こんなことが言われていたのか、こんなことが書かれていたのか、よく分からず。そしてその清沢清は、こんな状態がいつまでも続くはずない、やがて戦争はあるということを考えて、そういった資料を集めていたわけですね。ところが彼は1945年の5月に畑仕事で汗をかいて風邪をひいて、そして肺炎で亡くなってしまった。彼が生きていたのは戦後の温暖はどうだっただろうかということを思うわけです。そして清沢清の盟友があの石橋湛段です。石橋湛段が総理大臣になった、早稲田でなんか、応援 そのパレードをやって風邪ひいてしまった。そして退任してしまって岸が出てきた。もし石橋湛段があのまま主張していたならば、あの60年安保の問題はどうなってただろうか、まあ、こういうことを思うわけです。そういった意味で本当に歴史における健康の役割ということを思うわけです。そこで今からわずかな時間ですが、上海における路人ということを私と星野さんで、なぜこれをやるかと言いますとですね、これ井上久の劇曲なんですが、私は路人はやはり医者になった方が良かったんではないか、医者になった上で文学をやれば良かったんではないか、こういうふうに思ってずっといた。そうしたら井上康さんじゃないな、久志さんね、井上康さんじゃない、芥川康さん、井上久志がですね、私の長年の悩みを解決してくれた。
2人の老人を作ったんです。それを今からやりますのでね、やろう。やろう。全くリハーサルも何もないんですけども、ここではですね、星野さんもっとこっち、ロジンと須藤という日本人の医者が出てきます。それでロジンは健康を害していてね、内山書店の内山勘三氏たち見ながらですね、ロジンを日本に亡命させて国民党との関係あって健康の健康を回復させようするわけです。でそれについてロジンが抵抗するわけですね。でそこでのやり取りです。須藤というのが私ですよね。日本人の医者です。30年も前になりますか、ちょうど日露戦争が終わった頃、私は第一高等学校の生徒でした。そしてその頃先生は仙台医専に学んでおられた。しかしそれが何か。私は自分の人生に起こった最大の事件についてお話ししようとしている。当時の私は大学ではドイツ文学をやろうと思い、懸命にドイツ語を勉強していた。6つ年上のいとこは文学好きで、彼の感化で文学に志を立ててたのです。ある日ドイツ語の教師が原稿を使ってゲーテやハイネのお墓を写して見せてくれた。私たちの学校でも細菌学の講義などでよく原稿を使っていましたよ。時間が余ったので教師は今度はニュースのスライドを見せてくれた。仙台でもそうでした。スライドは主として日露戦争に関するもの。そうそう。そしてその中の一場面がこの須藤五百蔵の人生を変えた。どんな場面でした。中国人が首を切られるところ。首を切ろうとしているのは日本軍の将校です。その中国人はロシアのスパイではないかと疑われて、見せしめのために座付けにされようとしていた。同じスライドを見たんだ。私もあのスライドから人生最大の衝撃を受けた。周りをぐるりと見物の中国人が取り囲んでいたでしょう。みんな薄ぼんやり笑って、同胞が殺されようとしているときに笑うやつがあるもんか。いくら体が丈夫でも仕方がない。我々は精神をまず改造しなければならん。そう決心して私は医学から文学へ志を変えたんです。私の見たスライドでは周りを取り囲んでいたのは日本軍の将校だった。命が一つこの世から消えようとしているのに笑いながら一升瓶の回し飲みをしていた。人間の死は酒の魚ではない。我が武士道はどこへ行った。ところが画面の隅で一人だけ合唱している若い将校がいる。私はその将校に日本陸軍の希望を見た。そのうちにその将校が私のいとこだと分かった。それから間もなく戦地での無理がたたって彼は真っ赤な血を吐き帰らぬ人となりました。よろしいですか先生。精神がいくら立派でもその容器入れ物である体が貧弱では何も始まらんのです。こうして私は文学から医学へと志を変え、日本陸軍の希望の星たらんとして軍医の道を選んだのです。また私ですね。我々のここで一人ね、もう一人いたのはね、感動したお二人は文学と医学との間を同じ時期にこう見事にすれ違ったのです。こういうセリフがあるんですよ。で私が我々の志の立て方は方向は逆でもそのスタイルは同じなんだ。だからこそ魯迅文学に強く見せられているんだ。魯迅先生、かつてこの私にもささやかだがそれは温かい家庭がありました。この上なく優しい妻、親のひいき目ながら利発で可愛い女の子、二人とも病気がちなのには気になっていたが、とにかく妻の手料理で静かに杯を傾けながら娘の笑い声を聞くたびに、私はこの一瞬一瞬が小さな宝石なのだ、これ以上のものは何もいらないと思った。ところが16年前長治部が上海を席巻した。その貿易対策のために私が上海陸前隊本部に爪切りになっているうちに地物菌が留守宅を襲ったのです。急を聞いて駆けつけた時にはもう手遅れだった。先生、日常のささやかな
幸せさえも健康な体があってこそなんですぞ。ましてや先生は一貫の筆で読者の心の内に風を嵐を巻き起こそうとしている。体が丈夫でなくてそんな大事業はできると思っておいでです。大声で出して失礼と。物理学者のアインシュタインの肖像写真を見たことがありますか。体のとても貧弱な人だ。しかし彼は精神の力でこの宇宙のありようを変えた。だから私たち人間は宇宙の果てのそのまて果てのさらにその先の先のことまで考えることができる。それはなぜか。それこそまさしく精神の力だ。重さ 1.4 キロの脳が健康に働いているからではないですか。ここでロジンが詰まるんですね。人間の脳の表面積は新聞紙に例えて1ページ分ぐらいのものだ。しかしその新聞次第のものが健康に働けばこの大宇宙を包んでしまう。この一時をもってしても健康の大切さが分かろうというものだ。先生、無駄な抵抗はよしなさい。鎌倉で健康を取り戻してください。まあ、こういうやり取りいいでしょ。もうちょっと時間があるからね。このね、日本人の医者、今度の須藤医師の下からね、これ、をやるわ、次やります。今度私が手術するのは、あとは奥田という歯医者ね。奥田、はい。打ち合わせが。絵も描けば彫刻もやるという多趣味な歯医者というのは君か。趣味でやっているんじゃありませんよ。入れ歯は彫刻の一種ですから。歯医者には美術の素養が欠かせません。それであなたがあの有名な須藤先生なんですね。有名？どういう意味だ。上海の日本人医師は順番を無視して中国人は後回し、日本人から先に見る。ところがあなたは順番通りに見る。そこで日本人に評判が悪い。僕は尊敬しますよ。しかし大抵の日本人はあなたのことを融通の利かない石頭医者として噂している。ちょっと違うな。患者さんに今度もね。患者さん、待合室に患者が2人同時に飛び込んできた。1人は日本人で上等な洋服を着込んでる、威張っている。もう1人は中国人、ボロを着てペコペコしてる。さあ、あんたが受付の書生ならばどっちを先に診療室に案内するか。患者さんに、私行こう。受付落第。病気の重そうな方の方、より痛そうな方を先に見る。なるほどね。僕はあなたは患者さんね、あの奥田さん。奥田さん、確かに痛みは人種や国籍も関係ありませんものね。日本人は鼻風邪をひいても医者に来る、金があるんだ。ところが中国人はよほどのことがないと医者にかからない。つまり病気が重くなって初めて医院の戸を叩く。そこでどうしても中国人を先に見ることが多いのだ。思っていた通りのいいお医者様だ。別にまだ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 時間、別に大したことじゃない。僕が聞き集めたところでは、今日の夕方、イギリス人の車にはねられた中国人の少年新聞売りが須藤医院に担ぎ込まれた。鎖骨骨折、早速手当てが始まった。そこへ、よせよせ。あなたの名台詞を僕にも言わせてください。さて、その、手当てのその最中に日本人の女中さんが男の子を抱きかえて飛び込んできた。坊ちゃんが転んで膝をすりむきました。すぐ手当てをしてください。すると須藤先生は言った。女中さん、あなたが今なすべきことは次の3つのうちのどれか1つです。 1. おとなしく順番を待つ。 2. 別の医者を探す。 3. 坊やの擦り傷に唾をつけてチチンプイプイを3回唱える。私だったら最後の方法を取るからね。いいな。他のね、はい、だからね、居留民団の人たちは日本人を優先しなかったことに腹を立ったんですねと、はい、続きがあるんです。女中さんが怒った。先生、そんなことを言っていると後悔しますよ。何しろこの坊ちゃんのお父様は日本人上海居留民団の幹部をしてらっしゃるんですからね。再び須藤先生は言った。女中さん、坊やのお父様がたとえ天皇様でも、僕が軽ければ傷が軽ければ後回しだよ。日本人としてはここでみんなずっとこわばったんですね。私、
日本人としてはやはり言い過ぎだったかもしれない。ただ居留民団と聞くと、その途端自分もその一員であるにもかかわらず体中の血が逆流してしまうんだ。上海に住む日本人3万人、大抵がここを日本の領土だと思い込んでいる。人様の土地で暮らしを立てさせてもらっているのを忘れている。日本人のそういう思い上がりに土地の人たちがいろんなさまざまな異議を申し立てる。反日運動もその異議申し立てのうちの一つだ。ところが我々は自分の生き方は考え方を反省しない。反省せずに反日運動が起こるために怯えて震え上がる。せっかく稼いだ財産が不利になる。人質になったらどうしよう。そこで居留民団が軍に泣きつく。居留民の生命財産を保護するための軍隊の出動と、やがて軍隊が乗り込んでくる。この繰り返しだ。そのうち軍もこれを利用する。日本人が怯え上がるような事件を陰でこっそり企んで居留民団が泣きついてくるのを待つ。例えば2年前の上海事変、うちわ太鼓を叩いて南明法蓮華経と上海市中を、ね、練り歩いていた 日蓮宗の坊さんが殺された。震え上がった居留民団はすぐそこ、これはあのねの海軍陸戦隊本部に泣きついた。待ってましたと軍隊が増強され、そして上海総攻撃が始まった。だが実は坊さんを殺したのは日本の上海公使館付きの陸軍武官室だった。それを知って私は軍医を辞める決心がついた。そうでしたか。威張り腐っているくせにいざとなると弱虫、それが居留民だ。弱虫だから威張るんですよ同じことじゃないか。とにかく私は居留民団のそういうところが好かん。他人様の土地で盛大に稼ごうというのならば万が一の時の覚悟ぐらい決めておけ。命が欲しいならば、欲しいならば土地の人たちの暮らしに合わせて控えめに生きるがいい。なぜ私はこんなに興奮しなければならないんだと、まあ、こういうようなやり取りなんですよね、まあ、スカッとした短歌を切るわけです。で、まあ、この、なんで私がこれをその言うかというとですね、この魯迅の上海文芸を言った時に、この魯迅の有名な幻冬事件ね、魯迅がまあ文学から医者に変わったっていうね、須藤一は逆に文学から医者に変わったわけですが、なかなか出てこないわけです。もう終わり近くになっても出てこない。で井上さんは何だろう、魯迅の幻冬事件を描かないのかと思っていたところ、最後にこれが出てきてですね、そして今のやり取りがあったんですね。で私はもうその時思わずうなり声を上げてしまった。二人の魯迅、なるほど、健康と、ね、精神と両方が大事だと。で皆さん健康に注意してそして頑張って、ね、安倍晋三に負けないということを、いい時間だね ありがとうございました。お面作ってあげないと、まあ、内田さんは前にして私が魯迅をやるっていうのはちょっとあのいかがでしょうか。以上でじゃあ内田さんのお話はとりあえず終了ということで、内田さんどうもありがとうございました。それではこれからの時間ですね、あのぜひ皆さんからいろいろご質問などあれば、受け付けていきたいなというふうに思いますので、もし何かちょっと聞きたいことがあれば、お手を挙げていただければというふうに思います。今お手を挙げてますけども、何人かからあの発言をいただいて内田さんから答えていただければなというふうに思います。でその前にですね、皆さんに、今日あのアンケートを配らせていただいてます。今日の講座の感想ですとか、あるいは今後の講座についてのご意見などあればぜひ、お聞きの上、最後受付の方にお出しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それから後ろに私ども市民連絡会 の会報が何部か置いてあります。一部200円ということで、講座の、まあ、収録ですとか、あとはいろいろな運動の活動報告なり、提言なども入っておりますので、ぜひお買い求めいただければと思いますし、購読者になっていただけると大変ありがたいと思います。では、ご質問のある方、お一人いらっしゃいますけども、その他よろしいでしょうか。まずはお一人ですかね、はい、じゃ あのその方、マイクをお回しますので、あのお名前をおっしゃってからお願いします。どうもありがとうございました。井上さん、個人的には絶対9条を守って派兵してほしくないという思いだけの比較的のんぽりな人間なので、先生と考え方も必ずしも一致しないと思うので、こういう質問することをお許しください。で一つはですね、まあ、当然その韓国は日本に併合されてたわけで、
その日本帝国の臣民として必ず徴兵か徴用の義務があったと思うんですね。で当然私は父が年いってからの子供なんで、私の父は非常に病弱でした。肺病を患って手術の跡があったりしたんで、まあ、弟は徴用に徴兵に取られて死んでしまったわけで、私の父もその中島飛行機に徴用に取られて自分の店を閉めなくちゃいけないということになったわけですね。ですから、まあ、日本人も韓国人も当時は同じ扱いを受けてて、必ず徴兵か徴用に取られてたと思うんですね。じゃあ徴用と強制労働の違いは一体何なんだと、それから日本人と韓国人がどのようにその待遇が違ったのかということがまず1点目に知りたいわけです。それから2点目はですね、まあまあ、私もそうですけども、まあ、当然昔のことですから本人は亡くなっている場合も多いんですけども、まあ、そういう人たちの子どもたちが訴訟をした場合ですね、やはりそれにも応じるべきなのかというのもちょっと一つ知りたい。それからもう一つはですね、なぜその徴兵されて死んだ人もいるはずなのに、その徴用工だけが問題とされて、徴兵されたりあるいは志願して死んだ人っていうのは、まあ、早い話が親日派として日本に協力したということで扱わないのかもしれないんですが、なぜそれが問題とならないんでしょう。日本人の場合だったら遺族年金だとかですねあったんですが、戦争終わった途端に韓国の方とか朝鮮人の方は日本人じゃないとして何の保障もされなかっただけじゃなくて、韓国からもきっと何の保障もされてないと思うんですね。でそういうことがで、その実際問題としてですね、そういうことを考えると韓国人全員に支払わなくちゃいけない、その子孫も含めて全員に支払わなくちゃならないとなると、先生がいくら論理的に正しくても現実的解決にならないんじゃないか。で1人当たり70万とおっしゃいましたけど、先生みたいな優秀な弁護士を雇ってですねやると裁判費用だけでも70万ぐらいかかってですねそれじゃ話にならないからもっと多く請求してくれよと、おそらく私だったら先生にお願いすると思うんですね。そうするとやっぱり先生は1000万円とかそういう金額を出さないとならなくなってですね、でそういうことを認め出すと、まあ、南京虐殺の話が出ましたけど、もう人数はめちゃくちゃ増えてですね、我々はいくら税金を払ってもそれじゃ追いつかないようなことになるんじゃないかということです。それから最後に私はですね、まあ、正直言ってムン大統領の立場にあまりにも近いとですね、ちょっとついていけなくなるんじゃないかということを心配しています。例えば 3.1 の運動の問題なんですが、まあ、先生も韓国の憲法を知ったのは数年前だと言いましたけど、私も 3.1 の運動について知ったのは日韓共催の頃で、その共同の教科書が作られた頃、それを読んで初めて知りました。でだけどそれが国の始まりだということに関しては北朝鮮の方も認めないでしょうし、韓国の人だって半分ぐらいの人は、いや、やっぱり国連が認めている通り1948年8月15日のイスンマンの大韓民国政府樹立宣言がまあ、あれだと考える人が多いと思います。で何が言いたいかというと、まあ、要はあまりにもですね、文政権の立場に近づくと共感を得られなくなるんじゃないか、まあ、特殊な団体の活動とみなされてしまうとですね、その未来の子孫のために救助を守る運動に差し支えるんじゃないかと、ついていけない人が多くなっちゃうんじゃないかということを心配しております。まあ、個人的にはですね、ここからは皆さんと違うんで批判になると思いますが、個人的には CSIS 等に日本の政治が左右されてほしくないのと同様にですね、外国の勢力と結んで安倍政権を倒そうとしていると見られたくないという思いがありまして、まあ、この辺は皆さんと考え方は違うと思うんですが、まあ、その辺についてお考えを聞かせてください。以上です。まあ、質問が多岐にわたりましたけど、まず根本的な問題としてですね、1960年5年の日韓請求権協定の時に植民地支配の問題について
韓国は1905年、1910年、この時点からこれは違法だったと、間違いだったと。日本の側は当時の国際法ではこれはその韓国併合は有効であったと、まあ、こういうことを言うわけですね。で結局その時に最終的にどういう解決になったかというと、現時点ではこれはその効力を失っていると。で最初から無効であったのか、あるいは1945年の8月15日を経て無効になったのかと、ふと誤りされたわけです。で問題なのはここからなんです。国際法上当時は植民地支配は有効であった。その国際法というのは一体誰が作ったのか、その列国を列強が作った法律であった国際法であって、これは植民地された側としてはたまったもんではないということなわけですね。だから当時韓国は日本人であったんだから、日本人と同じように徴兵の義務実際ないんでしょ。でその最後頃にその徴兵されたわけですけど、まあ、志願という形があったわけです。その徴用されたというのはこれは間違いだと。カイロ宣言の中で、ポツダム宣言はカイロ宣言を引用しておりますが、カイロ宣言の中で同盟国は連合国のことですけどね、朝鮮人民の奴隷状態に留意し、やがて朝鮮を自由独立のものにする決意を有すると、こういうふうに言っているわけです。つまり当時の朝鮮の植民地支配というのは決して日本人と同じような内容のものであったわけではないということです。それから被害は何も徴用工だけではない、おっしゃる通り。でこれは全て植民地支配下にあった韓国の民主民な全てです。そういった問題を全て解決するなんてことはありえない、できないよ。でそのためにも植民地支配と向き合って、そしてそのことについてこれは間違いだった謝罪をして、そして未来に向けてその問題について歴史教育をしていくと、こういう姿勢を示せばですね、金銭的な問題で全てを解決しようということではなくて解決の可能性があるというふうに思うわけです。先ほど言われましたように、私の韓国人の場合はですね、戦争に駆り出されて、そして戦後になったらもう日本人でないんだから、遺族の保障がなされない、戦勝病者、戦没者遺族援護法適用ないと、こういうような規定が流れてるわけですね。しかし一方で韓国人の戦犯、美式級戦犯、まあ捕虜虐待なんかのでその有罪判決を受けたわけですが、しかしその韓国人の戦犯がですね、日本の国籍を失った後に釈放されるべきだといった裁判を起こしたときに、裁判所は日本人であるときに犯した罪であるから、したがってその釈放されないと、こういう言い方をしたんですね。日本人であったときに戦争で被害を受けた、しかしもう日本人でないからその、援護の適用はないと、こうダブルスタンダードを使っているわけです。でそういったもろもろの問題がある中でどういう解決があるか、これを模索していく。そうすればこれは解決の道は出てくると思うんですね。で先ほど時間がなくて話しませんでしたけれど、現にそういう模索の道があるわけです。韓国政府は2プラス2 2プラス1、まあ、こういうような、つまり韓国の政府と、そして請求権協定によって利益を得た韓国の企業、そして日本の政府、日本の企業、この4社で基金を出し合って解決すると、こういう案を作ったわけです。しかし日本政府はそれに応じないと。じゃあとりあえずは2プラス1と、韓国政府、韓国企業、そして日本の企業、日本の政府は入らなくてもいい最初はと、反対しないでほしいと、こういう案がつい先日も公にされましたよね。しかし日本政府は問題ではないと、こういう言い方をしているわけです。実は三菱マテリアル和解はですね、最初は三菱マテリアルは
日本政府が和解に応じるならば企業も応じますと、これはその国策として流れたわけですからね。それがある時点で日本政府が反対しなければ和解に応じますということになって2016年に和解が成立したわけですね。当時の外務省そして経産省は三菱マテリアの和解については反対しなかった。で、実はその昨年の秋に韓国の大使館から話をしたいと言ってきました。そしてその講師と話をしたときに今その話をしましたけれど、今言ったような2プラス2、2プラス1、せめて日本政府が反対をしないでほしいと、まあ、こういったことを言ったわけですが、私は解決の道はあると思うんです。でそれはその歴史にしっかりと向き合うことによって解決の道が出てくるんではないかと思っております。そしてまあ決してその私たちは、私はですね、これはまあ言っておいた方がいいと思うんで、私はあの花岡も、西松も、三菱マテリアルも、我々の弁護団は費用を受け取っておりません。でそれは、中国のあるメディアからこう言われました。なんで日本人なのに中国人のことについてやるんですかと。で私はいやこれは中国人のためにやってるわけじゃないんだと、日本社会が変わりたいんだと、日本社会が過去に向き合うことができるそういう社会になりたいために、やってるんだと、ちょっとねかっこつけてそう言ったんですけどそういう思いなんですよ。でまた話が飛んじゃうんですけどね、今天皇 の代替わり、実はその1989年あの昭和天皇の代替わりの時にですね、大喪の礼にドイツの西ドイツですね、バイゼッカー大統領がその参加すると。でバイゼッカー大統領は85年のあの有名な演説があるわけですね。で小田誠なんかと一緒にですね、バイゼッカ大統領に手紙を出したんです。日本社会は今、天皇賛美一色のように言われているけど決してそうではないんですと、まあ来てくれるなとは言えなかったからね、まあ、ちょっとそういうニュアンスのことを言って、そしたらね10日間でねすぐ返事が来た。しかもドイツ大使館を通じてバイゼッカの署名のあるドイツ語の文書に日本文の訳をつけてですね、ドイツ大使館の職員が当時私の事務所が事務局になっておりましたので届けてくれた。びっくりしましたね、10日間 でその中でバイゼッカ大統領はこう言ってる。いかなる国もその栄光と低迷の時代があると、そしてそれに向き合わなくちゃいけないと、でその向き合うのはその国民なんだと。自分のあの1985年の演説はドイツ国民に対してその発したものであって決して世界に対して発したものではないんですと、そしてその、現代史に向き合っている皆さん方に敬意を表しますというような内容のものでしたけどね。私は日本の近現代史を丸ごと否定するそういう立場に立ちません、そして丸ごと肯定する立場に立ちません。みんなそうだと思うんです。そういういい面も悪い面もあった、そしていい面も悪い面もこれも時代によってまた変わってくると、その時代の価値観によっても変化してくると、そういうことを見ながらですね、私はそのやっていきたいと思っておるわけです。そういった意味で決してですねその、なんか突出した話じゃないと私は思ってるんですが、まあ、話していけば分かってもらえるんじゃないかと思うんですが、まあ、とりあえず、自分の回答になってないかもしれませんが、まあ、またいろいろと個人的にお話できたらと思っております。はい、ありがとうございます。その他どなたかいらっしゃいますか。あ、お一人。よろしいですかね。あ、お二人。じゃあそのお二人でよろしいですかね。はい、じゃあお二人の話を伺ってちょうど時間になるかなという感じになりますが、それでは。
日本が日中戦争からずっと終戦に至るまでの過程で、特に先ほど言われた大正デモクラシーの中でっていうふうなお話とのつながりで、ちょっとあれと思ってたことがあるので、それでちょっと伺いたいんですが、大正デモクラシーの時は、普通選挙法をめぐってずっと、いろんな運動が起こるわけです。で、日本史の年表によればの話なんですけれども、最終的に7000人のデモ隊が東京でもやったっていうふうに書いてあったんですね、普通選挙法獲得のために。それで、そのまあ結果かどうかは知りませんけれども、普通選挙法で男の人が20歳以上ですか、25歳以上ですかで、普通選挙法が取れたんですけれども、じゃあそれ以降、日本の有権者は何やってたんだろうというふうに思った中で、一つあれと思ったのは、ただ同時並行的に徴兵令があったわけですよ。それで日中戦争なんかが起こる中で、日中戦争というか侵略ですよね、中国侵略していく中で、その有権者、特に普通の一般市民の有権者、下層階級というふうに言われてしまうかもわかりませんけれども、そういう有権者って全部徴兵でもって取られてるんですよね。で、あの当時現役の兵隊さんは政治活動をやっちゃいかんというふうな規定がありましたので、それで特に外国にみんな持っていかれちゃうわけです。中国大陸とかで、二次大戦が起こればフィリピンとかっていうところに全部持っていかれちゃって、有権者が有権者としての権利を全て奪い取られてしまったんではないかと思うわけです。そうなったら選挙なんて言ってられなかったのかなっていうことで、それで政権を選ぶ自由などというものが全て剥奪されたのではないんだろうかというふうに思いまして、ちょっとこの辺どうなんでしょうかと思って伺ってみました。つまんない質問で失礼します。おっしゃるとおりなんです。当時の軍人には選挙権なかったんです。今自衛隊の選挙権ありますからなかったんです。まあ、これは議論があったんですけどね、与えないということになったんです。実際にはその幹部は政治をやってたのね。じゃあもう一人、お二人、あれなんだ、しまくあると思うし、大学の井戸木講師をやってますけども、先ほど来ドイツとの比較っていうのがよく話に出てくるんですけど、私よくわからないものですから、例えば日本と韓国の間ではその外交保護権の法規論っていうのが話題になるということなんですけども、ドイツの場合、あるいはイタリアも含め、そのドイツの場合はどういうその法的根拠といいますか、法的位置づけになっているのか、ちょっと教えていただければと思います。まあ、ドイツの場合にはやっぱりユダヤ人の活動というのはね、非常に強くて、アメリカでドイツ企業を訴えて、ちょうど今の日本の韓国で日本の企業を訴えられて同じようなね、そういうようなことがあって、そして政府が、ドイツの企業は政府にまあある意味で泣きついた面もあって、それで基金を作って会議したわけで、特に法律的に根拠を、要するに法律を作って会議したわけですよ。でそれは島川さんの方がよく知ってるんじゃないですか。いや、島川さんはよく私は知り合いなんですけど、はい、だと思いますよ。でもちろん比較として分かりやすく話したわけであって、ドイツの側にもいろんな問題、例えば基金の場合にはですね、あれは生存者だけなんですね、ドイツの基金の場合には。死亡者についてはそのしてないわけです、短くなことを伺って恐縮ですが、短く伺いますけれども、私慰安婦問題に関しては現地のソウル市内で集会しましたを、なんとか短時間ですけれども、実際に自分の目で体験的に見て、いろんなことを察する機会があったわけです。
理解がどうかはどうかというところが、この徴用工に関してはまだそういう機会を持っていませんので、いろんな方がおっしゃることを間接的にさまざまな情報から、まあ、聞いて伺って理解しようとしているわけですけども、この慰安婦問題と徴用工問題との間に共通点と点と違う点はどんなことがあるのかということを伺いたいと思います。だ共通の問題としてはこの植民地支配の問題ですよね。この点、植民地支配の問題ですよね。共通の問題としては。で、徴用工の問題はね、ちょっと違うんですよね。慰安婦問題は、これはその、請求権協定の時は全く話せてないんです。で、徴用工の問題については、これはその、韓国側政府の方も、これはその、含めるというのは、後になって、そういうような対応をしてるんですね。それともちょっと違うところがある。しかし根本的においては植民地支配の問題があって、その生産の問題が流れていない形で、それが今膨らんできていると、こういうことだと思います。はい、ありがとうございました。あと大丈夫ですかね。よろしいでしょうか。はい、ではすみません、今日は長い時間になりましたけども、ありがとうございました。でぜひ皆さんにお伝えしたいことがありまして、今日こちらの、チラシを配らせていただいたかと思います。今日の話と本当につながりますけども、朝鮮半島と日本に比較平和の確立をという集会が6月の7日8日に開かれます。6月7日の金曜日、この日は日比谷野外音楽堂での集会と、その後、銀座をパレードすることが予定されています。6月8日の土曜日は国際シンポジウムということで、永田町の清涼会館で行われます。で6月7日、このチラシには内田さんのお名前が入っているんですけども、内田さんの方からですね、女性の発言者がいた方がいいのではないかということで、この内田さんのところは、北原みのりさんに変更されるということになっております。で6月8日の国際シンポジウムなんですけれども、ここは会場が300人、定員の問題と、あと同時通訳の事情がありまして、定員300人ということになっています。事前申し込み制になっていますので、必ず8日の国際シンポジウムに参加を希望される方は、この E メールもしくはファックスで申し込みをしていただければと思います。まだ余裕あるようなので、なるべくお早めにお申し込みをよろしくお願いいたします。今日のお話もありましたけども、政府に任せていると、もういつまでたっても何も変わらないということなので、私たち市民で、この日韓そして朝鮮半島の平和のために行動したいと思いますので、ぜひ6月7日8日の集会にご参加お願いしたいというふうに思います。それから次回の講座なんですけども、第136回目は6月15日文京区民センター、ここの3階になりますが、高田健さんに、参院選についてのお話をしていただきますので、次回も6月15日の6時半、お集まりいただけると大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。それと、あともう一つですね、6月2日の日曜日に、新宿西口一帯を署名場で埋め尽くそうということで、安倍球場会見の3000万署名の、署名活動が行われます。6月2日の日曜日の15時3時から、新宿西口の小田急百貨店、京王百貨店、小田急ハルク、そのあたり、全て署名が行われるということになりますので、ぜひこちらの方もご参加お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは以上で今日の講座を終了したいと思います。内田正俊さん、本当に今日はどうもありがとうございました。最後はちょっと私も出て恥ずかしい思いをしましたけども、ご参加いただきましてありがとうございます。ではね、本当に今日の話ありましたけども、皆さん健康に気をつけて、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、今日この終わった後ですね、会場の片付けがあって、机と椅子を片付けなければいけないので、お時間のある方は、お手伝いよろしくお願いします。ちょっと片付け方もあるので、スタッフの方、ご主人